今会社出発して1時間ぐらいだったんですけど、岩槻ですね。で、バラがね、2日続いて、今日はまあ通常の仕事なんですけど、今日1回戦しかなくて、まあ仕事終わるのも早いけど、まあ距離とまた測っていきたいと思います。まあ楽はね、楽でいいんだけど、まあ、その分ね、日本も下がるんで、まあ一番日本の低い日でもあるってことですね。まあ日本もざっくり最後距離と一緒に出したいと思います。はい、今着きました。6時45分、時間が2時間半ぴったりですね。で、距離が93キロなんで、まあ地盤の中じゃ遠い方じゃないのかな。どうなんだ、俺が仕事してる中では一番遠い場所ですね。で、7時になったら受付の人が来るんで、そこから休憩どんぐらい取れるか分かる感じなんで、それまで待ちます。では、もちろん俺多分最後なんで番号教えてください。マジでそんないる。じゃあ教えてください。6番目 ?8 時半ぐらい ?9 時ぐらい了解です。よし。9時。2時間ぐらい待ちだ。ということで、2時間寝ます。よいしょ。おやすみなさい。
まあ、約10分ぐらいで終わったかな。これでちょっと歯医者マンに電話して、あーお疲れっす、あれ明日どこ、うん、あ了解、詰めるなら戻るけどあそう、あ了解、はい。